にちは。アーシャちゃんのアトリエ以外の場所で会うなんてなんだか新鮮だね。けどやっぱり心配だな。大変な思いとかしてない？大丈夫です。だいぶ慣れてきましたし。そういう時期が一番危ないんだよ。野山には予測できないことがたくさんあるし。そうなんですか？例えばどんなことですか？まず凶暴な動物がいることもなくはないし、道に迷ったりすることもあるかもしれないし、町と違って道のない場所を行くこともあるでしょ。何かと困ったことも多いと思うよ。僕も飲み水がなくなったり、崖から落ちたり。アーニーさん、すごい経験をしてるんですね。この仕事は始めて結構経つからね。危険な目には一通り会ってきたつもりだよ。たとえ街道沿いでも場所によっては危険があるからね。巡礼の人や交易商人の人と一緒に歩いたり、護衛を雇ったりするんだよ。はい、気をつけます。それと先を急がないこと。毎日一定のペースで歩くことが大切なんだ。無理して旅の途中で体を壊したら本当に大変なんだから。あと寝るときは火を絶やさないこと。保温をしっかりすることが大切で。アーニーさんはいつも私を心配してくれますね。お母さんみたいで私嬉しいです。そりゃ小さい頃からずっと見てるもの。でもせめてお父さんって言ってほしいな。でもアーニーさんはなんだかお母さんって感じがするんです。きっとお母さんってアーニーさんみたいに優しい人なんじゃないかなって。若干気になるところだけど、もうお母さんでいいです。その代わりお母さんの言いつけはよく守ってね。はい、わかりました。心配してくれてありがとう、アーニーさん。シチューの作り方をお教えしますね。シチューは好きです。食べる方専門ですが。作り方も簡単だし、いろんな食材が使えちゃうんですよ。それに途中でちょっとぐらい失敗しても取り返せますからね。それは心強い。自分にぴったりの料理ですね。それじゃあ始めましょう。まずお鍋に水を張って、お肉系の食材を入れます。お肉系の食材、心得ました。では持参したカエルとトカゲを投入しま。ちょっと待った、カエルとトカゲはダメ。カエルはお嫌いでしたか？食感が鶏肉に似ていて大変美味ですが。だったら鶏肉を使いましょう。とにかくカエルとトカゲはダメです。ではイモリは？うわ、それもダメです。ごめんなさい、私が用意した食材を使ってください。心得ました。自分はアーシャに従うのみですから。はい、完成。どうですか？普段私が食べるものとはだいぶ見てくれが異なります。具の大きさもバラバラだし、何よりスープの色も悪い。味付けはしっかりしてますから、食べたらきっと美味しいですよ。シチューみたいな煮込み料理は量を作ると美味しくなるんです。いろんな食材が混ざって味に深みが出ますからね。たくさん作ると美味しくなる。とても参考になりました。とにかく物量で圧倒すればいいんですね。今回は結構うまくいったかな。おい、そこ行くのはアーシャさんではないかな？
して君に会えるなんて。運命とは時に粋な計らいをするものだ。こんにちは、ラナーさん。ここに私の作業場があるのでたまに来るんですよ。ほう、それは奇遇だね。僕の仕事場も実はここにあるんだよ。知りませんでした。普段どんなお仕事をされているんですか？前に言わなかったかな。星や空の伝承を奏でさすらっていると。なるほど、そうでしたね。具体的には？うん、こいつを奏でながら各地を回るお仕事だね。浮き草のような詩人、それが僕さ。いわばこの大地すべてが僕の仕事場さ。しかしそれは一つの姿でしかない。花や草を愛でたり、土愛でるのがお仕事なんですか？そうとも言えるね。この不毛で素晴らしい大地を愛で、語り、音楽を奏でる。それを後世に伝えることこそ僕の使命と確信している。伝承を音楽でですか。なんだか素敵なお話ですね。ありがとう。さて、そろそろ仕事を始めるとしよう。よければ聞いていってくれないか？僕にはこれしかないからね。では。卵料理はマリオンも好きです。何としても覚えなければ。今回は見た目にもこだわってみましょう。見た目がいいと美味しく感じますから。なんと、そんな非奥義が。これは覚えておかないと。見た目を飾るとなぜか味が良くなる。うん、いいことを聞きました。じゃあ早速作ってみましょう。いつも食卓で見るものとは全然違います。やはり自分に料理は無理なのでしょうか。
まだ諦めちゃダメですよ。こうなったら作戦変更です。ミリ卵ならもっと簡単です。失敗しそうになったら途中で切り替えましょう。地中に活を見出せ。窮地にあっても諦めるなかれ。兵法に何かそんな言葉がありました。それと一緒ですね。はい、じゃあやってみましょう。アーシャ、これは？かつて入り卵だったものです。ほんの一瞬でしたけれど、火力が強くなりすぎましたね。そのようです。今では卵だった面影はなく、どちらかというと炭。でもでも、彩りを工夫すればまだなんとかなるかも。彩りですか？でも茶色ですよ。あ、じゃあこれはどうでしょう。料理に旗。なんと見栄えがいい。うん、料理にはこのような技もあったのですね。料理に旗を立てるとなんとなくいい感じになる。参考になりました。最終手段として覚えておきます。ただこれはさ、まさに幸福の印にも等しい。これだ。少し誤解させちゃったかも。教えるって難しいな。基本的な考え方はだいたいこんな感じでしょうか。少しでも参考になっていたらいいんですけれど。いえ、料理とは何たるか、それが分かったような気がします。あとは実践あるのみですね。あ、だったら誰かに食べてもらうといいかもしれないですよ。張り合いも出るし、感想を聞けたりもできますからね。例えばマリオンさんに何か作ってあげるとか。なるほど、それは素晴らしい。早速帰って実践してみます。アーシャ、いろいろお世話になりました。このご恩は忘れません。少し不安だけれど、きっと大丈夫だよね。マリオンさん、喜んでくれるといいな。